い、皆さんこんにちは、アチェでございます。総評さんで三国志、1ですね、PC88 です。パート44、後日談その2です。後日談じゃないか。このまま総評さん212年を迎えることができるのかっていう検証をね、やってたんですけど、まさかあんな形になるとはね思っていませんでした。だもんで、委任はね、26国の委任は行いません。楽しちゃったのがね、ダメでしたね。本当に私何してんだろう。で他の国を委任しちゃいますね。どこだっけ、馬良さんね、22国。馬食さん、24国。玄関さん、26国。ダメ。これはダメね。いや、17番。委任ね、21国は、宝刀さんね。さあ、これで、本当にびっくりしちゃった。攻めに行くとは思わなかったね。いや、攻めに行くのが妥当なのかな、任せてるとね。びっくりしてたもんね。馬頭さん攻めに来たんだと思ったら、こっちから行ってたもんね。委任だったらすごい早いのね。エンディング出るのね。なかなかやってしまいましたね。さあ、12月まだ来ないね。さあ、さあ最後だから、いや待ってね、一応ウキンさんも結構長生きしてますよね。さんね、さあ12月ね。今度こそ来たかな。劉宗さんが、小遊さんが、212年迎えれましたね。なんかそれはそれでちょっと寂しいな。勝手なこと言っちゃってますけどね。総評さん大丈夫だね。あれ、身体下がった？36だったよね。34になっちゃってるね。カリスマ95まで、年々上がるんだね。ねえ、ちょっと待ってね、なんか人数めちゃくちゃ増えてんだけど。ちょっと28や。輸送 C のなんかいろいろ人呼びんのか。そうなのね。まあ一応ね、もうせっかくここまで来たんだから、総評さんのご尊顔を見ておきましょうかね。どこだろう、どこだっけ。総評さんどこ。紛れちゃって分かんない。5番だね。総評、君主である。娘の数あったんですよね。あれがあるんでね、外交するんでね。年齢68、身体34、知力27、武力33、カリスマ95。もう総評さんじゃないですよね。運勢20の経験100。温和な顔してますよね。水分扱えず、こういう感じですね。じゃあですね、総評さん212年迎えることができました。というわけで、短かったんですけども終わらせていただきたいと思いますね。 PC88 で、総評さんで三国志1、パート44、番外編その2ですね、終わっておきたいと思います。これでこのシリーズ、やっと終了を迎えることができたと思いますので、終わりにしておきたいと思います。どうもありがとうございました。